どうも、こんにちは、K です。今日、サブ一発目のテーマは、フィービーちゃんと来て安心しました。クワイトラグジャリの中心になっていくのでしょうか。本当だね、安心しましたね。いや、本当に、結局、来年かとか、なんかその直前に、さ、あの、記事が出たんですよ。僕は、あの、深夜の緊急動画でも。あれ、深夜の緊急動画は、 あれフィービーだっけあれグッチかなんかありましたよね僕フィービーのそのブランドのニュース来たぞみたいなニュース出した、ニュースじゃない動画出したじゃないですか。その時もその前々日ぐらいに海外のとあるメディアがフィービーのその今の動きについてみたいな記事を出しててでよく読んでみるとまあなんかコレクションめっちゃ作り直しててで右腕だった人が抜けて もういあれこれも無理じゃないって思ってたんですよ。なんだけど、まあ、あのニュースがしっかりと来たんで、まあ、あれはまず良かったですよね。で、中心になっていくか。クワイトラグジュアリーの。そうだね。まあ、可能性としては高いと思う。うん。まあ、そもそも一番ここ最近、近年の中で、もちろん過去を振り返れば、そういうムーブメントっていうのはこの前動画でも言ったけど、ま、いろいろあったんだけど、でもま、一番直近で、 あの、こういったクワイエットラグジュアリーに近いようなムーブメントを作ったの誰かっていうとフィービーなんですよ。まあ、あの、セリーヌでやってた時の、ま、あの、クリエーションというかブランドっていうのもまさに、あの、クワイエットラグジュアリーそのものだと思うので、まあ、その超本人が、ま、帰ってくるわけなので、しかもこれだけ時間をかけて、何回も作り直して、コレクションをね、満を持して、 やってくるわけなので、まあおそらく勢いはぐーっと出て、まあ中心にはなってくのかなと。ただまあ、そのどこまでやるのかっていうところ、例えばシューズのバリエーションであったりとか、まあレザーグッズであったりとか、やっぱこういったところって重要になってくる。今は、あの、まあフィービーのね、セリーヌの時代とちょっと違うっていう、まああの時代もインスタグラムっていうのは、まあ、ぼやっとはあったけど、今ほどではなかったし、YouTube もそこまでじゃないし、まあ、 いろいろね、新しくなったじゃないですか、時代が。で、何が変わったかっていうと、まあ、クワイエットラグジュアリーとはいえ、やっぱり SNS で見せたいとか、アイコニックなものとかっていうものが、やっぱり求められるわけですよ。だから、名だたるラグジュアリーっていうのは、新しいバッグ作ったりとか、新しいアイコニックなものを打ち出してるし、例えば、プラダミュウミュウだったら、バッグもそうだけど、シューズとかさ、それ出してるじゃないですか。だから、そこを、まあ、それが、どれぐらいこの10月30日のそのファーストのコレクションで、 うん、あるのかなっていう、バックとかシューズっていうのがどれぐらい展開されるんだろうっていうところで結構変わるような気がする。なんかプレタまあアクセサリーとかもあるって書いてあったんで、まあ少なからずあるとは思うんだけど、プレタだけで中心になるのっていうのはまあかなり難しいと思うので正直ね、別に、ね、フィービーのファンってフィービーのロゴが欲しいわけではないんですよ。そうなので、やっぱそういうところに刺さるようなシューズやバッグ この辺りがどれぐらい充実してるかで変わってくると思う。それが充実してれば、絶対的にそこから人気が出て、多くのセレブリティがバック持つ、シューズハック、で、まあ、ムーブメントになるでしょ。で、そこから、今度プレーターを着たいみたいな人たちもじわじわ出てきてっていうような感じになると思うので、まあ、そこかなそこがどれぐらいレパートリーというか、あの、あるかで変わってくるんじゃないかなっていうのは、思う。ただまあ、勢いが出るのは間違いないと思いますね。はい。 ついえー、と今日は時代系が多いね。スキニーの時代はまたすぐ来ると思いますが、ワイド浸透しすぎな気がします。うーん、まあ、そうだね。ただ、スキニーの僕も前に、 黒スキニー履いてない人大体ダサいみたいな、まあ、あの動画出したじゃないですか。まあ、そのスキニーという波が、あの細いパンツという波が来てますよと。ただあの動画でも結論では言ってるんですけど、細いビチビチのスキニーデニムっていうのは今の時代では難しいっていう話をしてって、まあ、もちろん、まあ、あの当然ねスキニーが流行った時代は別にワイドっていうのはあったんだけど、まあ、これだけワイドが浸透して、ワイドに慣なれた、その楽さを知ってしまった人が、 やっぱりね、今の時代において、うーんまあ、スキニーに戻るっていうのはものすごくハードルが高いと思うんですよ。で、まあ、それが一つね。で、もう一つは結構体系問題とか、いろいろそういう、あの、まあ、社会的から、社会的じゃないな、社会からの目線というか、 そういう当たりが変わったじゃないですか。ファッションブランドに対してもそうだし、セレブリティに対してもそうだし、細すぎるとか、どうのこうのっていうのが、すごくこう言われやすい時代になってしまったから、まあ、ブランドもやっぱそこ避けたりするし、セレブリティも避けたりするしっていう、まあ、いろいろその社会的な、なんていうんだろう、こう、まあ、圧じゃないけど、風潮風習風潮っていうのもあったりするので、こう、スキニーが、本格的なスキニーが来るっていうのは、 僕はなかなか難しいと思う。ただまあスリムにね、細くなっていくっていうのは全然あり得るし、まあ今、結構そうだな、細いのをやるブランドもまあプラダ筆頭にですけど、多いは多いので、まあそこは流れは変わったなってのは思うんだけど、スキニーっていうと難しいかなっていうとこかな。僕の勝手な考えるんだけどね。はい、そんなとこ。次。え、どうしてラグジュアリーの公式ホームページは重くて使いにくいのですか僕だけ。あの、いや、これはあの、もうあの、業界全体の課題です。はい。 僕もいっつも思うんですよ。そのなんかシューズ一足、よくわからないバッグ一個作る金を、そのオンラインのホームページの、例えばサーバーだったりとかシステムだったりとかを、とにかくアップグレードすることに使えよってすげえ思うんですよ。そっちの方が絶対売り上げ上がると思うんだよ。だって、あ、このニットいいな、ポチッと押す。全然画面出てこない。で、も、出てこないから戻るボタンを押す。そうするとなんかカテゴリーの一番上に戻ってるみたい。せっかく今スクロールしたのに、もういいわ。っていうの、あるじゃないですか。 めちゃくちゃあると思うのね。そう、だから、そこをアップデートするだけで絶対違うと思うんだけどなって思うのは僕はもう数年前から思ってたんですけど、あの、なんて言うんですかね、ラグジュアリーとかを扱る、まあそういうハイエンドのものを扱う業界の中で多分一番ファッションが遅れてるんじゃないだって、ホテルとかもさ、もう予約サイトもすごいスムーズでもう一覧で値段出てて、 ねえ、もう日付変えた瞬間に予約の値段が切り替わったりとかさ、すごいこう滑らかな、なんていうの、ユーザーインターフェースというかさ、があってさ、すごいこうスムーズだったりするじゃん。なんなのこのファッションブランドのこのオンラインのヘボさは、パッと見かっこいいんだけど、なんかメンズプレターって押すと、くる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 なんだよってで戻るとなんかオフィシャルの一番上のページに戻ってさ、 またかよって言って、まあ、どうすとくる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 。みたいな。もう本当使えない。もう本当におかしいよね。なんでなんだろうね。こんだけこの古いシステムとかを導入してるっていうね。側は新しく見せてんだけど、中身がしょぼすぎて。うん、ここに投資したら絶対変わるんだけどなっていうのは僕は思うんですけどね。うん、まあいろいろね、そういうなんか、ラグジュアリーっていうか、あの、取引する会社も絞ってたりとか、まあいろいろあるんで、 ていうのはあるんですけど、まあそれはすごく思いますいい着眼点ですね。はい。えっ、ー、と、コート何買えばいいかわかんない。<laughs> あの、そうだなぁ。そうだな。これどう、その、答えとして返そうかなコート何買えばいいかわからないお。まあ、まあ一つは、一つは、あの、気に入けばってのは思う。やっぱ、 そうだなあまあ、オンライン上っていうのもね、まあ、今、そのさっきオンラインの話あったけど、まあ、あの、オンライン上でもさ、いろいろ見れるじゃないですか。で、まあ、当然、まあ、デバイスのさ、画質も上がってるし、アップロードできるね、画素数も上がってるから、鮮明な写真でさ、結構見れたりするけど、でもやっぱ、うん実物とは違うというか、袖を通した時に感じるものっていうのは、 全然違うと思うんですよ。そうなので、自分が、まあ、こんな感じにコート合わせるかな、みたいなイメージの服装をして、まあ、いろんなお店だったりとかに行って、いろいろ試着すればいいんじゃないまあ、今ね、コートは結構揃ってる時期で、まあ、売り切れちゃったりするものもあったりしますけど、まあ、比較的ね、今がまあ、一番買うメインシーズンだと思うので、まあ、そういうタイミングで、例えばちょっと、あの、まあ、なんていうか、薄くこう、羽織れるようなもの、 来て、え、これに合うようなコート探しに行こう。例えばじゃあセットインスリーブのダブルの綺麗なコート。これだとなんか俺カチッとしすぎてんな。じゃあちょっとシングル。ああ、シングルいいな。で、肩じゃあセットインじゃなくてちょっとラグランで落ちてる。ああ、肩丸い方がいいかも。とかさ。まあ、例えば襟の形とか、まあ色とか素材とかも含めて。まあいろんなこう気づきは着るとあると思うので、まあこれ全部のアイテムに共通していることですけど、わからないときはとにかくアクションを起こすっていうことが、 一番じゃないかな。多分これでいろいろ調べたり頭の中でイメージしても、もうその頭の、ね、中でイメージして分からないものは分からないと思うので、それは体験しに行くっていうのが一番いいと思う。う別にそれは値段問わずね。あの値段問わず自分に合う形。まあ例えば、 なんだろうな。それこそ、まあ今ね、別にファストファッションとかもいろいろ充実してるし、ザラとかもいろいろコートあるでしょ多分。だからそういうのでも、とにかく形を見に、あの、いろいろ気に入って、で、まあちょっといいセレクトとか古着屋とか、まあなんなら、ね、ラグジュアリーとかそういうもの行って、こう着てきて、ああ、これいいな、あこういうのいいかもな、とかっていう風うに感じていくのが、最初は一番いいんじゃないかなっていうのは思いますね。で、 なんかこう、まあ、いい値段するから、すごくこう自分の中でこうベストオブベストなものを選びたいみたいなのって思うかもしれないけど、最初っからそんな120%の正解を出すことってやっぱ難しいと思うんですよ。そうなので、まあ、もう欲しいと思ったとか、興味が出たとかもそこベースでいいと思うので、まあ、それでいいんじゃないかなっていうのは思います。やっぱま、試着をしに行くっていうのは結構イメージが変わるポイントなのかなっていうのは思いますね。はい。次。 次が、パンツとシューズのクオリティが高ければ、こうではそれなりに見えますかうーん、そうだね。まあ、あの、組み合わせで考えてほしいかな。どちらかというと。うん、まあ、そのもちろんアイテムの単体のね、あの、質が高い、生地が良くて、形が良くてとか、まあ、そうなってくると、まあそこからやっぱり出てくる違いっていうのはあるので、 まあ、それなりに見える効果っていうのはあると思うんだけど、まあ、もっと、まあ、それはちょっと薄っぺらいから、もっと突き詰めると、まあ、バランスとか、組み合わせ、まあ、サイジングも含めて、まあ、そこのパンツとシューズの相性とか、まあ、そういったところの全体の、まあ、下半身の組み合わせっていうところが良ければ、自身のスタイリングっていうのは、もう7割、8割は完成して見えると。 思う。うん、まあ、これからの時期はね、ニットとかコート着るから、そういう要素。まあ、コート着ると特にね、あの、要素としてはそっちに持ってかれちゃうところはあるけれど、まあ、それ以外のタイミングで上にシャツ着ようが T シャツ着ようが、まあ、何しようがやっぱり下半身のバランスがどうかっていうところって、まあ、そこがもう結構ね、出るんですよ。そこでこう、なんだろうな、そのスタイリングへの、うん、なんかこう、テンションというか、まあ、あとはまあ、どれぐらいこう、やっぱ、 ファッション分かってるかみたいな。まあ、僕の知識ベースでですけど、ああ、この人はこういうのあえてやってんなとか、あこれ分かってやってんな、みたいな。このバランスいいな、とかっていうのはやっぱりね、そこを見ると分かるので、まあ、なんか単体で考えるっていうのも、ま、最初はいいかもしれないけど、でもやっぱ組み合わせが重要になってくる。じゃあ、だからといって、ちぐはぐなさ、すごいいいものを組み合わせても、まあ、なんかちょっとおかしいじゃない。まあ、例えば極端にだけど、じゃあめちゃくちゃナイロンのさ、ヘリオット・エミルみたいなさ、ま、ああいうパンツに、ジョン・ロブとか合わせてたらさ、 いいよ、物は。でもなんか、うん、なんかこれど,どうなんだみたいになるじゃないですか。そうだけどそこは組み合わせっていうところがあるんですけど、やっぱそこかなそこがあると、まあ全体のほんと6、7割ぐらいはスタイリングが完成すると思いますね。トップスはおまけぐらい。まあコートはアウターは主役になっちゃうから別だけど、 トップスは主役じゃなくて <laughs>、おまけぐらいに考えて、下半身メインで組めると、まあいいのか。だからもう、そこのバランス自分で見つけてる人って大体何着ても大体うまくいくんですよね。短いだけのアウターだろうが、なんかこう、例えば、まあニットだろうが、まあジャージだろうが何だろうが着ても、もうそのデニムとスニーカーの合わせがうまくいってると、もうそれがもう面白いわ、みたいになっちゃうのが結構多いから、そこは結構その、単体というよりかは組み合わせで考えるといいんじゃないかなっていうのは、思いますね。はい。 じゃあ最後ちょっとさらっと答えますね、一つ。えー、またラグジュアリーで販売をやれるなら、またやりたいなと思いますかあもういいかな。うん、あのー、まあ、僕はね、その別に長年さ、すごい長い間ラグジュアリーにいたわけじゃないので、お前何偉そうなこと言ってんだって思われるかもしれないけど、多分ラグジュアリーの業界に行って学べることは、 ある程度学んだかなっていう。もちろん、あの、上の役職があったりとか、例えばマネジメントで、ね、いろいろ店舗をこう、統括するとか、まあ、そういろいろプラスアルファっていうのはあるけど、まあ、一個販売員として、うん、例えば顧客の付き合い、まあ、それなりのお客さんもしっかり持って、 しまあ、店舗の中でいろんなこう役割があって、例えばいろんな人にそのプレタのね、コレクションのことを教えたりとか、お直しの勉強をしてとか、なんかいろいろそういう技術的なこともやったし、で、もちろん業務的なところっていうのも、例えば、なんだろうな、その VM で店舗をこうクリーンにしたりとか、まあなんかイベントのこう運営みたいなの関わったりとか、いろんなことやって、まあもちろんプラスアルファっていうのはまだあるのかもしれないけど、なんか僕も一通りの経験値は得たと思うので、もうある程度満足したというか、 これ以上ずっといて、まあもちろんね、その人間関係で顧客とよりこう構築していく。じゃあマネジメントになって新卒とかも含めて育てていくとか、それ新しいのはあるけど、まあなんか普通の販売員が経験することはもうある程度やったかなという満足感が僕の中でね、勝手にあるので、またやりたいっていうのは思わないです。ね。うん、そんなとこ。はい。じゃあそんなとこで以上にします。皆さんいつもありがとうございます。さよなら。バイバイ。